この日はファーストクラスに当日アップグレードできました。やっぱりファーストクラス嬉しいですね。ということでダイヤモンドプレミアラウンジの方にお邪魔しました。ボロネーゼパンとスープをいただきました。でこの日はおかわりはしなかったんですけども、1回目から抹茶のアイスもハーゲンダッツですね、いただきました。でこのような化粧品のサンプルもありましたので私もいただきました。こちらのパンですけども美味しかったです。奥の方でゆっくりさせていただきました。ダイヤモンドプレミアラウンジの方結構人が多いなっていう印象でした。この写真のところはねそんなに人が写ってないところを選びました。でこちら伊勢丹ですね、ちょっと買い物をして登場しました。やっぱりファーストクラスいいですね。もう座った瞬間に楽しみしかないって感じです。で今回福岡までですのでブランケットをお借りしました。いつも痛みが多いんですけれども、福岡にもやはりね修行中に行きたいなと思って今回予約をしました。ご自身のマスクを外し酸素マスクを直接鼻と口に当ててください。でも安定したところで食事の方がサーブされました。やっぱり素敵ですよね。もう見るからに今回も美味しそうっていう感じです。福岡までですので時間がありますのでこの日はゆっくりいただきました。伊丹線ではお味噌汁はつかないんですけれども、こちらの方しっかり提供がありました。ご飯もほかほかで美味しいですし、魚もメバルですね、高級魚ですね、美味しくいただきました。お漬物の五分五分漬けっていうこちらとっても美味しかったです。ご飯が進みました。いつものように小鉢の方もしっかりとしたお味で、本当にどこかのね料亭のような提供でした。今回距離がありますので、このような私アルコールは飲まないんですけども、おつまみの方もいただきました。ドリンクも今月のおすすめの八朔サイダーですね、こちらの方をいただくことができました。果汁 15% なので、まあ、結構さっぱりとしたよくあるお味がついた炭酸っていう形ですね。でもあっという間に着陸態勢になります。皆さん同じだと思いますけども、ファーストクラスの時は特にずっとこのまま乗っていたいよって思われてる方も多いと思います。ついちゃうんだと思いながら画面を見てました。こういうね外を見れるサービスとか本当にこう飛行機好きって言いますか、ありがたいですよね。とても楽しみました。でこちら乗ってきた機体をちょっと映させていただきました。福岡空港のこの太陽光が入るエスカレーターのところすごくいいですよね。今回もカードラウンジの方へお邪魔しました。前回飲めなかったデコボンジュースをいただきました。こちら 100% ではないのでよくある柑橘系のドリンクかなと思いました。ちょっとコップを間違えて紙コップではなくプラスチックの方で入れてしまいました。で今回
回行きがファーストクラスでしたので、ちょっとカードラウンジの方は早々に出まして、福岡空港のダイヤモンドプレミアラウンジの方へお邪魔しました。こういうのもコメントで教えていただかないと、こうやってね、同じ日の乗り継ぎのところダイヤモンドプレミアラウンジが利用できるとか私知らないまま終わるところでした。本当にいつもコメントで情報などありがとうございます。こちらかっこよくないですか？いつか買いたいなって思いながらさせていただきました。この高級感すごいですよね。ホテルのエントラスへ続くような感じですね。でこちらのおにぎり、たまたま前回私が購入しました鶏めしのおにぎりがありました。であと高菜パンがありましたので、ちょっとこちらの方いただきました。でストロベリーデニッシュ、肝心なものの写真がないんですけど、よくあるデニッシュパンにジャムが乗ってました。でこちらの高菜パン、本当に高菜のこの辛みがしっかりありました。普段自分が選ばないものをこういう風にいただけるってとてもいいなと思います。あと明太子おにぎりも食べて、もうお腹パンパンですよね。でこちらの中身ナプキンですね、福岡ラウンジの方であったのでちょっと写させていただきました。空港での2時間が本当にあっという間に過ぎてしまいました。楽しい時間って体感がすごいですよね。5分10分ぐらいだったのかしらって思うぐらいに過ぎ去ってしまいました。帰りは普通席の方で楽しませていただきました。福岡空港って感じですね。今度はいつ来れるのかな、頑張ってくるねって思います。離陸ですね。なんだか切ない気持ちになります。で今回のフライトが48回49回目ということで、本当にね、なんだかこう、なんて言っていいんですかね、大げさかもしれませんけど、あと1回かって感じでしたね。でここで瀬戸内海の美しい島々を見ることができました。でこちらは淡路島ですね。淡路島車で何度も走ったなぁと何十年前の記憶が蘇りました。明石海峡大橋もしっかり見ることができました。こちら大阪上空ですね。で今回の料金なんですけども、行きが 12,780 円に、当日アップグレード1万円で 22,780 円、帰りが 12,280 円、小計が 35,060 円、JGC 修行合計金額が 668,540 円になってます。ちょうどこの時、羽田那覇間の料金がセールで1万円切ってた日も時間帯によってありました。なのでうまくね、自身が飛行する時間とかこだわりがない、縛りがない方は上手に組み合わせればもっと効率よく JGC 修行を終えられると思います。ちょっとここで購入品の紹介をさせていただきます。羽田空港第一ターミナル内の伊勢丹でシャンプーとトリートメントのセットを購入しました。試してもいいですし、旅行の時にも持ち歩くのにちょうどいいサイズかなと思って購入してみました。でこの
シテタンのインスタグラムをフォローすると、また別のシャンプーのサンプルか、こういうボールペンのセットをしてくださいますので、ちょっとフォローしました。こちら福岡空港で購入しました明太イワシになんですけども、とっても美味しかったです。もっともっとたくさん購入しとけばよかったなと思います。白いご飯とバッチリです。あとは目せんべいと、でこちらの折り紙なんですけれども、今回飛行時間が長いということで、行きと帰りもうひたすら折り紙を折ってました。なので行きのファーストクラスは食事の時以外はもうずっと折り紙を折ってました。そんな感じの今回の JGAC 修行フライトでした。今日も最後までありがとうございました。